D セグメントサルーンとして5シリーズや E クラスと対峙する ES フェイスリフト版を英国編集部が評価しました。フェイスリフトでない前をアップデートメルセデスベンツ E クラスや BMW5 シリーズと欧州で対峙するレクサス ES ライバルたちのモデルチェンジやフェイスリフトへ対抗するべくモデル中期のフェイスリフトが施されたスタイリングの変化は 前後バンパーなどが中心で非常に軽微。並べてみないと気づきにくい程度だが、以前から ES の見た目はシャープで、ハンサムだったから、大きく手を加える必要はなかったのかもしれない。レクサスおなじみの大きなフロントグリルの両サイドに3眼の LED ヘッドライトが与えられ、眼光が鋭い。インテリアでは、実際に押せるハードボタンを残しつつ、12.3インチという、 大きなタッチモニターが与えられた。少々扱いにくい。トラックパッドも残っている。他とは違う。レクサス流のインターフェースなのだとは思うが、これはそろそろ引退でも良いかもしれない。内装部品の品質を見直し、組み立て精度を高めたとも主張されている。もともとレクサスのインテリアは折り紙のようにタイトだった。それが向上したというのだから、 かなりの自信なのだろう。運転支援システムもアップデートを受けている。車前維持支援システムなどの機能を拡張し、ステアリングの自動修正をより滑らかにしたという、調和感の足りないサスペンションとシャシャーシャシーにも改良が施された。主に動的能力と快適性を高めることを目的としている。リアサスペンションブレースの剛性を高め、 アダプティブダンパーのアクチュエーターを更新、ステアリングとサスペンションのリニアな感触の獲得が目指された。筆者は、レクサスの乗り味やものづくりが基本的には大好きだ。独自の道を切り開き、さらによくしようと努めている。シャジーの仕上がりにも期待がかかるところだが、明確な効果は得られていないように感じた。フェースリフトを受けた ES にも、その独自性は備わっている。 それでも BMW のシリーズの優れた印象にまでは及んでいない。特に気になるのが乗り心地。舗装が傷んだ路面を通過してみると、シートとサスペンションの動きが食い違うように調和できていない。タイヤからの入力をサスペンションが処理する一方で、他の部分は別の周期で揺れているような印象を受けてしまう。ダンパーで路面を鳴らす仕事を理解できていないように、 落ち着きにかける、わだちを斜めに横断するような場面では特に、シート自体は、スウェーデンのボルボや、かつてのサーブのように、ソフト思考が強くコンフォート。乗り心地を保管してはくれるものの、一般道ではレクサスへ期待するほどの平穏さは、得られない。高速道路なら、快適な移動空間。一般的に、近年のレクサスは、ハッチバックの CT を除いて、 流れの良い郊外の道を流暢に走ってくれる。路面をタイヤが掴んでいる感覚は薄いものの、快適に移動できる。積極的な試乗テストで驚かされるような、動的能力は備えていなくても、リラックスした自動車移動を叶えてくれる。ところが、新しい ES では、その長所を感じにくいと思った。ただし、高速道路では、印象が変わる。平滑なアスファルトなら、 ボディも安定性し、快適な移動空間に浸っていられる。サスペンションノイズは小さく、4気筒エンジンのノイズも、ほとんど聞こえてこない。胸をすくほど早くはないとしても、必要十分。とっさの加速時などは、CVT の反応が、今一つだったり、免許が危うくなる速度域へ届くと、サスペンションの処理が追いつかなくなるけれど、レクサス ES は、 滑らかな高速道路での自動車通勤にはぴったり。とても静かで快適に運転できる木工職人の仕事のようにインテリアの組み立て品質も高い。しかし、郊外や山岳部の一般道も楽しみたいなら別の候補とよく検討すべきかもしれない。ドイツ車を中心にレクサス ES300HF スポーツ欧州仕様のスペック英国価格 44,160ポンド、約684万円。全長、4,975ミ、mm、リメートル。全幅、1,865ミ、mm、リメートル。全高、1,445ミ、mm、リメートル。最高速度、時速180キロメートル。時速0100キロメートル加速、8.9秒。燃費、17.8、18.8キロメートル。LCO2 排出量。 128g、キロメートル、車両重量、1680kg、パワートレイン、直列4気筒2487、cc 自然吸気電気モーター、使用燃料、ガソリン、最高出力、218PS、システム総合、最大トルク、ギアボックス、CVT、